カルビ、スタミナ、おばさん、東京アムアムワールド、アムアム。今日はですね、彼氏の誕生日ということで、はい、彼氏、ちょっと待ってください。彼氏、今日の企画はですね、クイズ靴おでやトキャママールド彼氏です。クイズ靴をね、あの挑戦者ということでぶっちゃけます。誕生日プレゼントは靴です。そりゃそうやろ、はい、え分かったん。分かった。靴をねある靴をねある。なんで靴だった。いや、靴をねより前におばさんが足何センチとか。この企画はね、急遽やらせていただくことになりました、はい、うん、マジっすか。はい、私、ミノモンタがですね、はい、あ、もうミノモンタなんだ。ミノモンタ、はい、スタモンタ、スタモンタがですね、スタモンタ、はい、靴に関するクイズを出していきますので、それに正解するごとに靴がもらえます。おー、え、正解するごとに靴。正解するごとに、はい、ミリオネアと一緒で、この靴が欲しかったらもうそれでドロップアウトみたいな。あ、なるほど。そうです。僕があの問題作ってきましたので、テレフォン、オーディエンス、50-50をもちろん使えますので、全部で5問あります。はい、5問でいけるよ。東京アムアムワールド参ります。第1問、靴を履くときに足に直接履く医療を何という。 A 靴中、B 靴上、 C 靴下、 D 靴上様。俺、いとこの子供じゃないですよ。いや、でもまあ最初の問題だから。1問目だもん、はい、ライフライン使うか。ライフライン使います。大丈夫ですか。これは C。 ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。よーしよしよし、食べるね。よしよしよし、おめでとうございます。こちらの、まずは第一の靴でね。第一の靴、はい、こちらの靴、何がどうなってんの。これ何、全破れ。マイケル・ジェイ・フォックスが爆笑でフューチャーの時の変えてきたやつとかじゃないですよね。次の問題で失敗してしまった場合、この靴はもう手に入りません。チャレンジ、いや、それはチャレンジします。これはさすがに。それでは参ります。第2問、鬼塚タイガーというスニーカーを出しているメーカーはどこ。 A ナイキ、 B アシックス、 C アディダス、 D 靴流通センター。俺、靴確かに好きなんですけど詳しくはないんですよ。ちなみに鬼塚タイガーは知ってます。知ってます。お、買ったこともあります。僕はアシックスか、うん、いや、アシックスだ。え、ナイキ、アシックスとアディダス、ナイキ？ちょっと待ってよ。二問目です。こんな気持ちなんだ。マジ不安になる。え？ちょっとやっぱ確実に欲しいんで、ちょっと使います。あ、使う、もう。はい。オーディエンス。A ナイキ、 B アシックス、 C アディダス、 D靴流通センター。正解はどうですか。 B アシックス。ファイナルシューズ。ファイナルシューズ。正解。よし、今回ためない、あんまりためないパターン、ためないパターンもスタモンタさん。次の靴はこれです。待ってください、これ、いや、これさっきスタミナさんが公園で履いてた靴じゃないですか。フットサルシューズです。で、公園から帰ってきて靴脱いで靴下描いて爆臭っていう靴じゃないですか。どうしますか。いや、これは挑戦、ドロップアウトします。ドロップアウトも全然、全然これもらえますから。いやいや、爆臭シューズいらないそれ。第3問、安定した立ち方がニューバランスのランニングシューズ開発のヒントになった動物とは。 A ニワトリ、 B カモシカ、 C リス、 D 靴上様。ちなみにピンときたのはカモシカです。カモシカ。ニワトリとリスは問題的に生き物って言えるじゃないですか。カモシカだけ群抜いて動物なんですよ。だからカモシカだと思ってるんですけど、はい、ライフラインまだ残ってますよ。残ってますよね。50-50とテレフォンが残ってます。いや、カモシカできます。カモシカで、はい、大丈夫ですか。いいんですね。カモシカでいきます。大丈夫ですか。大
大丈夫ですか。ファイナルシューズ。ファイナルシューズ。悔いはありませんか。え、あれ、え、ライフライン使ったりとか。あ、怖い。いや、ちょっと使っときます。ライフライン使うと、はい、テレフォンで。誰に。スタミナさんに電話電話をコールしてから30秒ですね。10秒経過。はい、もしもし。あ、スタミナさん、お疲れ様です。どうした。あ、すみません、今クイズ靴をねやっていうのにちょっと調整しまして。20秒、30秒しかないんでちょっと言います。ニューバランスの、うん、安定した、あー、ニワトリ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 、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ニワトリ、1、終了。すねー、問題組み取るのすっげー早かったな、早かったです、スタミナさん、良かったです。ニワトリっておっしゃってましたね、ニワトリ、もうここはスタミナさん信じて、信じると、はい、お友達のスタミナさんを、はい、ニワトリで、ファイナルシューズ、ファイナルシューズ。正解。あ、危なかったー。いや、おめでとうございます。いやいやいや、これシューズっていう、あー、でもクリスか、でかくないですかこの人。誕生日プレゼントとしては妥当じゃない。これクリスマスプレゼントでしょ、ね、1000円以内の。挑戦します。する。おー、はいはい、おー、第4問いきます。靴のスニーカーの語源は A ダッシュで走る、 B ゆっくり走る、 C 蹴り飛ばす、D 忍び寄る。うわー、むずいぞ。ちょっと待って、激的すぎない。まあダッシュで走るはめちゃくちゃ妥当な感じあるんですけど、忍び寄るもなんか、あー、普通に欲しいな。ドロップアウトもある。そうだ。いやいや、そうですよ、うん、本場のルールですと、あの問題聞いてもできますからね。ああ、なるほど。うん、2つに絞れてるんであれば、はい、50-50 とかでも、50-50 使います。あ、使いますか。はい、じゃん。 A、B、消えます、 C、蹴り飛ばす、 D、忍び寄る。嘘でしょ。蹴り飛ばすわけない。残りましたよ。最低なんですけど、それが。そっから靴作ったとしたら地面を蹴り飛ばすという意味かもしれないし、忍び寄るっていう外国ですもんね。ちなみにスニークという単語らしいです。スニーク、どうしますか。ドロップアウトしますか。退屈なんすか。髪を溶かしてスネークス、スネーク、忍び寄ってるやん。メタルギアソリッドのスネーク、うん、D にします。ファイナルシューズ、ファイナルシューズということで、こちらの靴は、破ります。ああ、忍び寄る、はい、目やられてんだこれ。見られてる。正解。よーし、危ねえ。おちょっと待ってください。急に箱になったんですけど。え？めちゃくちゃちゃんと。え、めちゃくちゃ急に。どうしますか。どうしますか。ドロップアウト。もう一問ありますよ。もう一問あります。はい。何なんだよ。この上何なんだよ。どうしますか。もう一問。新品のニューバランス。カレスさん。カレスさん。しかもいい。まあでも問題聞いてみても。あ、そうよ。いいですね。そっからドロップアウトできます。できますから、ルールとしては。はい、ラスト問題のいきます。はい、おばさんの靴のサイズは A 26センチ、 B 26.5 センチ、 C 27センチ、 D 27.5 センチ。ドロップアウトします。でも一回おばさんと靴の話したことあるんですよ。おばさんがなんかあったね、そんな、はい、ね、履いてる靴、うん、が僕も好きなメーカーというかブランドの靴で、それいいですねみたいに言ったら、で足のサイズ聞かれたんですよ、うん、おばさんはメルカリで上手に買ってるらしくて、うん、高い手に入んない靴を、うん、で足のサイズ何センチって言って、僕が 27.5 か 20
ですって言って、あ、じゃあかぶってないから教えてあげるって言ってたんですよ。おお、それめちゃめちゃいいヒントじゃない？はい、26.5 だと思ってるんですよ。27と 27.5 は消えたと。消えました。選択肢ないと。ない。一応見ますか、おばさんの足を、ね、足を26っぽいな。なんか品薄だったみたいな話までしてるんです、この段階で。だから6か 6.5 なんですよ。で、6.5 だと思ってるんですけど、マジ足が 26.5 にします。破ります。はい、この靴は破りました、はい、B の 26.5cm でファイナルシューズ。ファイナルシューズ。重症で倒れる直前みたいな顔してますけど。あ、正解！よっしゃー！でででで、よーし、おめでとうございます。おめでとうございます。見事全問クリアということで。素晴らしい。え、マジっすか。靴です。え、いいですか。おめでとうございます、彼氏さん。え？え？メイドイタリー？イタリー。今までで買った靴ってこんな包装見たことないですけど。布が、まず布が、ね、靴入れみたいな。あります。え？え？厳重に。うわぁ！ドロップアウトします。するか。マジっすか。はい、さあ、はい、彼氏さん誕生日、誕生日おめでとう。すげー。え、マジっすか。はい、革靴ね、ちょっとこう自分じゃなく買わないような靴を。うわ、大人にね。大人だね。革靴とかあんま持ってないでしょ。持ってない。そう、少しね、大人な靴を一個ぐらい持ってないと、君も。今後ね。そう、カジュアルもできるし、これが入ってることで一応フォーマルになるっていう。そう、すげえ。クツオネアの方は。クツオネアでした。いや、もう最高の演出でした。楽しかった。楽しかった。ちょっとスリルもあったし、ね、スリルもあったし。いや、マジで正解しなかったらどうしようと思って、うん、返品だったよね。うん、やらせは嫌だしな。嫌だよね。返品して、うん、あげないっていう、あげないっていう方法。ドロップアウトしたの。ドロップアウトしたぜ。この新品は何すか。いや、これ俺のずっと、まあ、買って、あの、履いてないやつを持ってきたの。これだからサイズ見てみる。28.5。ほんとだ、ちょっと危ねえ。いや、だからマジやめてくれと思って、これ持って帰るって言わないでくれと。そうだ。ドロップアウトって言っちゃったら、そうだ、言っちゃったらもう損してるじゃないですか。マジっすか。いや、ありがとうございます。いや、マジ大事にします。嬉しいね、こんなに。嬉しいね。あー、ぶねーよ。カモシカとか言い出したからさ。大丈夫ですかって。本当にそれでいいんですかって。やぶねー。いや、ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。まあね、私たちの誕生日プレゼントいただいてるし。そうね、はい、甘ぐらいの、うん、いつもね、うん、彼氏にはね、このね、T シャツも、T シャツも全部ね、これ彼氏やってくれて。どう？めちゃくちゃぴったし、ちょうどいいです。めっちゃいいじゃん。あー、大きい、おしゃれ。あー、いい、かっけー。ということで、クイズクソオネアでした。また来週お会いしましょう。来週。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとう。頑張ります。バイバイ。いや、こっち本体じゃないですよ。